こんにちは、うさんこです。こんな小さい可愛いミニチュア刺繍箱を見つけました。で、これでこんな感じのピンクッションっていうかブローチ、後ろにこうブローチにしようかなと思ってるんですけど、こんなものを作りました。で、すごい可愛いのでこちらのバージョンも作ろうと思うんですけど、パッチワーク風にしようと思います。こんな、ここは上の留め金です。で、刺繍枠とこれが後ろに貼るもので、これがこう中にグッと押し込んで形を取る板になります。で、こちらの刺繍枠なんですけれども、この内藤昌司さんっていう会社から出ていて、こちらの会社の YouTube を見ると作り方がすごくよくわかるので、そちらもご覧ください。で、作り方こんな風に書いてあります。うさんこが買ったのはこの円、大きい台なので、これにとっついてこの大きさで型紙を切ります。この型紙の大きさの2から3センチほど大きく布を切って作ります。そうしたらこの木枠に、まあ、ちょっとこんな感じで入るように、4種類だと大変そうなので3種類の布をこう縫い合わせていきたいと思います。こんな感じになればいいなと思います。やってみます。まあ、縫い代は 0.5 センチぐらいで縫おうかなと思います。こんな形で縫えました。で、縫い代を同じ方向に倒してアイロンをかけて形を整えたいと思います。こう枠にはめて作ってもいいんですけど、こんな風に入れていって、うさんこはちょっとキルトっぽく仕上げたいので、こう形をとっバランスを決めて、で、このキルト芯と布を直接縫い付けていこうと思います。この中心と合わせて位置を見て、キュキュッとこんな感じで、このタイミングでバランスをちゃんと取ってください。ちょっとぷっくり感が足りないかなとも思います。にキルト芯を入れて、まあ、ここまでぷっくぷくにしないんですけど、少しぷっくり感を出そうかなと思います。こうやって調整しながら作っていってください。そしたらこのネジで軽く留めてから最終調整します。こんな感じで締められました。最後はちょっとだけこう1回2回はペンチとか、まあ、やっとこで締めた方がいいかなと思います。で、布をピンと張って、で、余分な布を切って、で、ボンドで貼っつけて、木で蓋をすると完成になります。
こんな感じにできました。でもしあのブローチとかにするなら裏にこういうピンを、まあ、ボンドとかで貼り付けてください。ここにこんな感じで貼り付けてブローチにしてください。私はこのままなんかちょっと可愛いから、まずまだブローチにしないで置いておこうかなと思います。ミニチュア刺繍枠なんですけど、ただ布を入れて作ってみました。こちらはパッチワーク風、こちらはちょっとこんなに厚めにキルト芯を入れました。どちらもとっても可愛いと思います。簡単なので皆さんもぜひ一度作ってみてください。普通に刺繍しても全然いいと思います。刺繍バージョンは内藤昌司さんのオリジナル YouTube 動画がとっても素敵です。よろしくお願いします。